新井監督、乱闘騒ぎの激高に、お気持ち表明。7回に乱闘騒ぎが起こった。温厚な広島、新井貴浩監督が激怒して、ベンチを飛び出すなど、球場は物々しい雰囲気となった。場面は10対2の8点リードで、迎えた7回、先頭の秋山が伊勢から、右膝付近に死球を受けた。その後、新井監督が三塁ベンチを指差し、出てこい、と激高した。DeNA ベンチから何かしらの声があったと見られ、三浦監督らもベンチから飛び出し、選手たちも続いた。バックネット付近では新井監督と助っ人のウィックが激しく言い争う状況に、その二人を両軍の選手&首脳陣、そして審判員が止めに入った。ほどなくして両チームは落ち着きを取り戻したが、責任審判の吉本審判員が、両チームに警告を発しますと、場内マイクでアナウンスした。5回には、広島の先発常広が山本に死球を与え、山本は負傷交代していた。遺恨の残る形となった。試合は広島が大勝し、連敗を6で止めた。ドラフト1位の常広が、プロ初登板初先発で、初勝利を挙げ、負けの連鎖にくさびを打った。試合中に、激高していた新井監督は、笑顔でドラ1ワンと記念撮影。普段の表情に戻っていた。試合後、指揮官は、まあまあまあ。お互いに真剣勝負をやっているので、それも野球の一部だと思いますと語っていた。一方で DeNA の三浦監督は乱闘騒ぎについて、戦ってますからねと一言だけ話した。ベンチからの何かしらの声が気になります。山本選手が大したことなければ良いのですが。カープはグローバルがやらかしてるじゃないすか。落ち着いてよ。カープそんなんすか。新井監督も余裕がなくなってきてるのかな、仕方ないか。阪神やけど、最近の広島2連戦連続で、森下やられてるんやけどな。監督も我慢の連続だから、発散のいい機会になったろう。監督のパフォーマンス、広島の選手も目が覚めたかな。巨人に3連敗、阪神に連敗した腹いせに、八つ当たりされた DeNA もたまらんな。ブラウン監督みたいに、ベースを投げて欲しかった。優勝するために、選手を鼓舞するための演出やな。横浜からしたら、広島叩いて3位になりたいから、いくらでも理由あるわな。ウィックは単身エキサイトしてただけで、秋山と新井に何か言ったのは広安だろ？ウィックに激高すれば、連勝開始できるのでは？広島も連敗していて、監督も、フラストレーション溜まったんだろうな。あんなもん、明らかに狙ってただろう。秋山に向かって伊勢の足が出てたわ。